中間淳平は、広島県呉市出身の元、プロバスケットボール選手である。ポジションは、シューティングガード。2005年の BJ リーグ発足とともに、プロ入りし、2010から11シーズンには、オールスターゲーム出場を果たした。プロバスケットボール選手の中間翔平は弟。両親はともに、元バスケットボール選手で、父親は、地元のミニバスケットボールチームのコーチ。 兄、両平と弟、匠平の三人兄弟の次男に生まれる。呉市立港町小学校四年生の時に地元のチームに入団しバスケットボールを始める。二年時には広島県大会で優勝。広島省では二年連続でウィンターカップに出場。二年時にはベスト16を経験する。卓色大学進学後も一年で、 インカレに出場するなどしていたが、中退する。その後、兄の両兵が所属する、クラブチーム、ミスズガオカクラブに入団し、2004年には、兄や浦信吉らと共に国体に出場。2005年に、BJ リーグが発足すると、東京はパッチに、ドラフト外で入団し、2010から11シーズンには、主催者推薦によって、オールスターゲームに出場した。 2011から12シーズン、東京アパッチは、東日本大震災の影響で活動を休止したため、弟の匠平も所属する島根スサノーマジックに、移籍、レギュラーシーズンから、プレイオフにまで全試合に出場した。シーズン終了後にフリーエージェント権を行使し、シがレイクスターズに移籍した。2013から14シーズン終了をもって、現役を引退した。 ありがとうございます。